い、今日は骨盤矯正におすすめなトレーニングのお尻歩きを紹介します。このトレーニングは骨盤の前の筋肉を使うので、骨盤矯正以外に、下腹のぽっこり解消や、お尻の引き締め、あとはくびれを作る効果もあります。その他にも腰痛の、改善予防にも効果があります。スポーツやられている方も、この骨盤の前の筋肉が、硬い人とかいますので、このお尻歩きをやることによって、骨盤の筋肉が、ほぐれて、しっかりと動かせるようになりますので、スポーツやっている方にも、おすすめなトレーニングになります。では実際にやっていきます。では実際にやっていきます。まずは床に足を伸ばして座ります。この状態を長座座りと言います。で、足を左右交互にこう前に出すんですが、腕の動きっていうのは右腕と右足が一緒に動く。で、次に左腕と左足が動く。これを左右交互にやっていきます。で、なるべく大きく動かしてください。で、前に行ったら今度は後ろ戻ってください。で、かかとは、床に引きずってもいいですし、これ多少浮いてもいいです。腕を振るのが、簡単にできてしまう人は、この、手をバンザイしてこれでやっていきます。バンザイすることによって、腕の反動が使えないので、よりこの骨盤周りの筋肉を使って、前に進むことになります。はい、こんな感じになります。はい、このトレーニングは、足を動かす回数よりも、3分から5分間前に行ったり後ろに行ったりを繰り返してやってください。初めの2週間は毎日頑張ってやって、3週間目からは、週に2、3回やってください。そうすれば骨盤矯正にも、なりますし、下腹ぽっこりとかお尻引き締め、くびれにも効果があると思います。頑張ってやってみてください。